はい、どうも。最近ここの豆がなくなったギワチンです。はい、今回ですね、ちょっと懐かしいものをご紹介したいと思います。はい、99春東映アニメフェア入場者特典カードになります。まあ、東映アニメフェアっていうのは言っちゃうと映画ですね。ドクタースランプあられちゃん、遊戯王デュエルモンスターズではありませんね、遊戯王、そしてデジモンアドベンチャーの3本同時上映の劇場内で配られたものなんですけど、当時僕も見に行ってこれゲットしましたよ。でね、これはね、こうまだこう取り外してない未開封の状態なんですけど、8000円ぐらいで購入しました。まあね、珍しいものではあると思うんですけど、まあ1万円以内で購入できるかなと思います。まあちょっとこの辺にね、俺とかがあって状態はね、そんなにいいとは言えないんですけれども、カード自体にはこうあんまり傷がなくていい感じかなと思います。でね、これ裏はどうなってるかと言いますと、こちらデジモンペンデュラム3ナイトメアソルジャーズ発売、そしてカードダスデジタルモンスターパート3よねこれウィザーモンですよ、懐かしい。このカードダス100っていうロゴ、これめちゃくちゃ懐かしいな。これ2200円で結構高いですよね。確かデジタルモンスターは1980円だったような気がするので、若干高いんですよね。で、今回これをね、開封、まあ、したいところではあるんですけど、さすがにね、これはこのままちょっと残しておきたいと思いますので、ちょっと中身はね、持ってますので、それをご紹介したいと思います。こちら真ん中の遊戯王が、こちら、ブルーアイズホワイトドラゴン3体連結。いや、懐かしいっすね、本当に。もともとね、カードダスの方で4つに分かれてるバージョンは発売されてたんですけど、それがこう1枚に凝縮された非常にお得なカードなんですよね。ここね、若干色あせてるような感じに見えますが、もともとだったんですよね。ブルーアイズホワイトドラゴンが邪悪なる鎖によってさらにパワーアップと。攻撃力4500、守備力3000とね、これがアルティメットドラゴンの前身に当たるんでしょうかね。こう、ブルーアイズ自体は結構かっこよくて好きなんですけど、なんか見本によっちゃこう、嫌がってるように見えますよね。飼い犬ならぬ飼いドラゴン的な、こう特別ルール。邪悪なる鎖と同時であれば、8回連続攻撃することができると。これね、一見とんでもない効果のように思えるんですけれども、まあ、バンダイ版のルールって結構ね、特殊なんですよね。まあ、直接攻撃もありませんから、一体どんだけすごいのかって言いますと、もともとバンダイ版のルールってお互いの手札から、一斉のおでで、ドンとね、1枚ずつ出すんですよね。そこで、自分のモンスターの攻撃力と相手モンスターの守備力を比べるんですよ。で、自分のモンスターの攻撃力が相手モンスターの守備力を上回っていたら、その相手モンスターの星の数をゲットできるんですよね。で、最終的に星の数が多かったプレイヤーの勝ちになるんですけど、で、この勝負に勝とうが負けようが、こう、墓地っていうかね、終わるんですよ。だから要は1回ずつしか戦うことができないんですよね。ただ、このブルーアイズ3体連結は、このね、邪悪なる鎖と同時に出せば、8回連続この場に残り続けることができるっていうことだと思います。まあね、詳しくここ書いてないので、ちょっと推測にちょっとなるんですけれども、多分そうだと思います。実質ね、この守備力3000を上回るってかなり難しいので、負けることもないですし、攻撃力4500なので、まあ星の数をゲットし続けることが可能っていうことなんですよね。まあただこの戦闘に必ず勝つ武藤遊戯をバンって出されたら負けちゃうんですけど、よほどのことがない限り勝ち続けることができるんですよ。で、そんな感じでバンダイ版のルールでも結構使えるんですけれども、問題は劇場内でどんな活躍をしたかっていうとこですよ。そこがちょっとこれね、不思議なんですけど、こちら遊戯王スーパーコンプリートブックを見ていくとわかるんですけど、まずね、この本がめちゃくちゃ僕結構好きで、まあちょっとボロいんですけど、シールとかついてなくてね、ちょっと備品が欲しいとこなんですけど、これ絵柄が結構好きで、昔のね、東映版のアニメの絵柄からちょっとデュエルモンスターズのアニメにこう移り変わるちょうど中間のような絵柄なんですよね。海馬くんがキャベツじゃなかったりとかねして、結構このアニメめちゃくちゃ好きなんですけど、ここのねブルーアイズが3体にって書いてますけど、実はねこれ攻撃力3000のままなんですよ。これがね後々響いてくるんですけれども、まずこの映画のルールでは場に1体ずつしかモンスターを出せないんですよね。だからブルーアイズを鎖で繋ぐことによって、場にブルーアイズを3体同時に出せるっていうメリットがあるっていうことだと思うんですけど、出したところでこう直接攻撃ができないんですよ。だからあんまり意味がないんじゃないかと思うんですけど、アンガードマジック守備封じを使うことによって、まあカイバーはね倒そうとしたんですけど、最終的にねこうメテオブラックドラゴンを融合召喚されて負けちゃうんですよ。なぜなら攻撃力が3000のままだから。なのでこの映画内で邪悪なる鎖が一体どういう意味があったのか僕にはわからない。ちなみにこの本めちゃくちゃ面白くて、こうね、メイキングとかがあったりとかね、こう、アニメのこうエピソードがいっぱい書いてあったりとか、こう、今ではボツになったモンスターとかもいっぱい載ってたりとかね、ボツというか、バンダイ版の時のね、モンスターとかが載ってたりとか、相当面白いのでね、こう、良ければこれね、ぜひ見てみてください。ちなみにこのデジモンアドベンチャーの方はですね、はい、
こちら激突グレイモン vs パロットモンっていうね感じのカードになってます。まあこれはですね、映画のダイジェストと言いますか、一部始終がこう一枚になったようなねカードなんですけど、こちら太一、アグモン、グレイモン、そして完全体のパロットモンとかがいてね、この後放送開始されるねデジモンアドベンチャーとも話が繋がってて、非常にこの映画自体面白かったんですけど、 HP が無限っていう思い出はプライスレス的な感じなのかな。このカード自体ね、こう当時こう発売されてたこのカードともちょっと違ったりとか、皆さんおなじみのこういうカード、これともちょっと違ってね、ちょっと珍しいカードになってるんですよね。でちなみにこの邪悪なる鎖は前売り券にこうついてたカードなんですよね。それとこちらグレイモン、これがこう前売り券についてたって感じですね。こう攻撃力を上げるって書いてあるからね、なんで映画内では上がらなかったのかが謎ですね。本当に戦うグレイモン、メガフレーム炸裂、こっちも HP 無限っていうね。でこのグレイモンは映画に出てきたグレイモンなんですけど、ちょっと野生的というかね、恐竜感があって結構好きなんですよね。喋らないですしね。うん、まあ、当時の遊戯王ってこう移り変わっていく、まさに過渡期のような時だったんですよね。こうバンダイ版のカードを配布しておきながら、劇場内では遊戯王の初期のスターターボックスがこう発売されてたりとかね、バンダイ版とコナミ版がこう一緒にこう発売されてた、こう非常にこう珍しい時期だったんですよね。僕もスターターボックスは購入しましたけど、やっぱりこうバンダイ版のカードの方が当時は好きでしたもん。遊戯王といえばこっちっていう感じでしたからね。まあこうデジモンアドベンチャーもね、こう漫画とかにはなっていないのにいきなりアニメがスタートするっていうのは非常にすごいことだと思いますね。原作の漫画ありきでこうアニメがスタートしてめちゃくちゃ人気になるっていうのはね、まあ王道のスタイルだったと思うんですけど、まあピコピコはありましたけど、アニメスタートっていうのは本当にすごいことだなと思いました。はい、そんな感じなんですけど、すみません、ドクタースランプアラレちゃんのカードは持ってません。昔は持ってたんですけど、ちょっとなくてですね、ちょっとオークションとかでもね出品されてなくて、これはなかなかもう手に入らないんじゃないかなと思います。これね、当時見てたな。これリメイク版なので、ドクタースランプアラレちゃんじゃなくてドクタースランプっていうタイトルなんですよね。まあ本当にゴールデンタイムにこう放送されていたので、まあ世間一般的には遊戯王やデジモンアドベンチャーよりも知名度はあったかもしれませんね。あいつはあいつは顔でかいが懐かしすぎる。はい、というわけで今回はちょっと懐かしいものをご紹介させていただきました。まあね、ドクタースランプのカードはね、ちょっと頑張って手に入れてみたいと思います。もう個人的に一番おすすめはこちらです。はい、そんなわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ評価もよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。